はい、オープン。あ、確かに噛まれてるね、これ。ゴーヘルゴー、突き落としていこう。チャプター15。渡る地獄は鬼ばかり。参考。それがこの間兄貴が説明受けてきた新制度ですか。兄貴じゃなくて社長でしょ。すみません社長。それでその参考っていうのはどういう。うん、まずは32箇所ある区所の優先使用権が3社に振り分けられるんだ。3社。うちとレティクルさん、あとは TLDR サービス、八代くんの会社だよ。 TLDR サービスって結構噛みやすい名前な気がするけど、よしスラスラ言えるよね。ぎゅ、あのクソも入ってんすか。まあ一応活躍しましたんでね。そんなこと言っちゃダメだよ。先日の作戦じゃ一番の活躍だった。そうだよ、倒したお偉だからな。あ、そうか、その3社って先行部隊の会社だ。そういうこと。優秀な我々3社に優先権が与えられたってわけだ。ところがそれだけってわけではなくてね。というと3社内のうち地獄送りの実績が高い会社に優先権が移動する場合がある。はあ、隣接する区所同士の売り上げを比べて高い方にね。それって要は区所の数の取り合いってことじゃないですか。うん、その通り。察しが良くて助かるよ。うん、待てよ。ってことはどこかに隣接してる区所にはいい亡者をたくさん落として敵の区所よりも稼ぐ必要があるってことか。はあ。まるで国取りゲームだね。笑い事じゃないですよ兄貴。でも今まで自由に使えてたものをなんでそんな風に変えちゃったんですかね。そうな、なんか無理やりに、ね、ルールが破壊すぎとって、建前でなんかいろいろ言おったけどさ、本音の部分がさどうなるのか。説明会では業務の効率化なんてことを言ってたけど、はてさてどこまで本当か。いや、むしろ自由に使いよったもんが制限かかって効率化とは逆の方向向かってますけどね。効率化、確かに競争させれば区所に送られる亡者の数はトータルで増えるのかも。でもそんな簡単なことですかね。亡者の数と区所のバランスなんかもあるでしょうに。さーてね、ま、この地獄じゃ蝶は絶対的存在なわけだし、うちみたいな請負業者は従うしかないね。これが下請けの立場ってやつか。とりあえずは分かりましたが、これから何をどうしましょう。何もやることが変わるわけじゃない。いつものように亡者を捕まえて区所に送るだけだよ。ただそれをより頑張るってところかな。回転率を上げて3社内の中でもさらに優位につくってことですね兄貴。そういうこと。確かあれももう実用段階だよね。あれって何。やっぱりお前らメズのデータを盛り込んだ新しいロボット作ったりせえへんの。うわぁ、気になる ことが出てきそうな気がするこれ。めっちゃ気になること読んでお前ら。使用を許可するよ。これでライバルに差をつけていこう。それに切り札は一つだけじゃない、ね、うわ、なんかちょっと敵側に回ってくるとしてもすごい楽しみなもんが出てくるっぽいな。まだなんかありましたっけ。今はまだ手元にないけど、そのうち転がり込んでくるから安心していいよ。なんだろう、はい、わかりました。転がり込んでくるっていう言い方が気になる。それじゃ今日の業務をお願いするよ。何、まずはいつも通りやっててくれればいい。捕まえる亡者のノルマを少しずつ増やしながら他者の様子を伺っていこう。お任せください、バッチリやってきますよ。参考か、こんなことを急いで始めた蝶の意図は分かりかねるが、ひとまず動いてみるしかないか。資料深い男だジャズさんは。もうヘロヘロ。
おっと、なんか新しいルールが導入された件について。地獄優先権。自社と他社の売上勝負。物語の進行により、地獄を利用する権利をかけて、売上による勝負が発生する場合があります。自社が権利を持つ地獄に亡者を送り込まれた場合は、その亡者より稼げる亡者を配置して防衛します。他者が権利を持つ地獄に亡者を送り込めるタイミングでは、勝利するとその地獄の権利を得ることができます。自社の地獄に隣接する他者の地獄にのみ送ることができる。他者同士の争いは高みの見物を射り込む。ああ、俺の関係ないところとも。の勝負もやゆる時があるってことか。これで出てくるのマークかな。なんかそれっぽいよね。神田さんみたいな感じのマークやもんな、これ。神田さんのファンマークみたいな感じなんだろよ。VTuber やってたらファンマークみたいなのがあるから。ってことはだ、これもなかなか荒稼ぎちゃんのところで、地獄の権利がなかなか販売されんなと思っとったら、残りの地獄はそういう感じで奪い取って、行ってくださいみたいな感じになってくるんじゃ、今回から。あ、こんな感じで。アリ地獄を取りに来ようとしとるみたいな感じの、へえ、こんな感じでニュース番組みたいな感じで、カレー地獄とかなんかすごい気になるような感じのワード出てる。とりあえず取られそうになっとけん、ここにうまいこと配置してやらなあかんって感じかな。うーす、邪魔するぜー。きやつしろ、邪魔すんなら帰れよ。定番の返しありがとうってな。適当に見てもらうぜ。見るからには何か買えよ。それはわからん。飯食うついでに冷やかしに来ただけだしな。冷やかし言うなだ。マジふざけんなよ。それはふざけんなよって思うような店員さんからしてる。お、それが客に対する態度か。毎度毎度存在で扱いやがって。いくら客でも許せんみたいなところあるんだよ。最近の文化じゃな。客だからといって何でも許されると思うな。金をちゃんと払ってくれるのがお客様だっていつも言ってんだろ。はしたがにしか使わねえやつがお客様じらすんな。はしたがなでも使いようんだったらお客様ですけど。つーか、ちゃんとここで買ってるだろうがよ。清掃の商売道具をよ。じゃあ、キヒチさんとこみたいに大量に発注するんだな。ああいうのがお客様だっての。業界トップと零細企業を比べてんじゃねえよ。比率で言えば俺だって同じぐらい払ってるだろ。多分弱腰になるまあ比率で見ても比べ物にならないけどな。くっ、ここに来て大企業との差を痛感させられるとは。分かったならとっとと帰ってくる。ああ、そんな大企業戦わないといけないとはね。もうじゃ勝負。いやいや、帰れるわけないし、商売道具の物色に来たって言ってるだろ。さっきは冷やかしって言ったくせに。ま、消耗品ぐらいは買い足しておかないとな。完全に安物狙いじゃんかよ。まあ、その薄い財布じゃそれくらいしか買えねえか。だと聞き捨てならねえな。そんなはした金じゃ買ったうちに入らねえ。そうだな、そこにあるあれを買えるくらいになったら上得意様として何でも言いなりになってやんよ。あれって何？ああ、あれってあそこになる埃かぶった売れ物残りのことか。たっか、こんな値段誰が出すんだよ。だったら今まで通り底辺客扱いでいいな。オラオラ、その薄い財布で買えるだけ買って。何そんな、なんか埃かぶってた、だからのチーズもみたいな感じで確かめたのなら伝説じゃない的なもんがあるんかの。何、伝説じゃないものって何？伝説じゃないものって何？らせー、どういうことだろう。ごっつ高いもんがあるっていう話を聞いたけど、どれどれ、え、どれ。あれ、なんかある。それなんか目新しいもん。あ、なこれ売れ。なんじゃこれ。なんかのバッチ、とにかくいらないもの言われとる。もうなんか頭悪いかのごとく9並べてくるなお前。え、なにこれ、買ったらなんかあんのこれ。ほんまに999,999持ってきてこれ買ったらなんかあるんかな。やり込み要素かな。
今さっきのやつで手に入ったこの人ぶち込んで勝てるもんなんかいまいち分からんのよな。勝ち負けの定義っていうのがいまいち分かってないからね。ぶち込んでみようか。なんか臭いんだけど。総合的に見ればどうなん、 D プラスがすごい足引っ張ってそうな気がするんやけどさ、これどう見る、どうなんだろうこれ。そんなことを言いながら、あ、ともりイベントを見たら、あ、またここに来ちゃったね。ともり、そっちはどうだ。めぼしいものは特に。まあもうちょい探してみるか。地獄に落ちてきた時に何か落としたものがないかと思ったんですが、結構時間も経ってるし、さすがにないですかね。あ、そういう感じの遺留品みたいな、遺留品っていう言い方もあれなんですよね。こっちに来た時になくしたものってなんだ。小物が入ったポーチとかカバンとか、あとはスマホですね。じゃ結構大きいもん落としたで。え、これこっちに落ちてきた時に現世に残してしまったもんとかじゃないの。スマホ、こういうかまぼこ板くらいの大きさの携帯電話で、電話だけじゃなくて他にもいろいろできる機械です。地獄にはないんやな。なんかパソコンの蝶に置いてあるパソコンも時代遅れなもんが置いてあったもんね。まずその説明がよくわからん。私もよくわかんないまま使ってる機械といいますか、まあそれ見つけられたらいいんですけど。見つかったらこの世界ではオーバースペックやけどな。ついでに探してみるよ。河原に来たのはあくまで次の清掃の下見だからな。はい、それで構いません。川に落ちちゃってたら壊れてると思いますし、ポーチにも特に大事なものが入っていたわけでは。ちょっとした化粧品とかでしたし。お、女性にとって化粧品って結構大事なものな気がするけど。なるほど、まあピンク色のポーチなら目立つだろう。そうですね、なんというか灰色ですしねここそうね、花も咲いてて緑もあるんだけど、霧がかかるせいか灰色の印象なんだよな。まあ石もいっぱいあるから、そりゃそうか。こうして落ち着いて眺めてみると、いかにもな場所ですよねこの河原。確かに地獄の入り口っぽい感じね。三途の川ってこういう場所なのかな。おい、あんま川の方には近づくなよ。こう見えてすぐ深くなるし、長屋も急だ。はーい、自分から濡れに行くようなことはしませんよ。どうだか、特にお前はぼんやりしてるから岩に足を捉えて簡単に転びそうだ。何も言い返せない。気をつけます。っていうかちょっと疲れたんで休憩しましょうよ。まだ20分も歩いてないだろう。まあいいか、カバンにシートが入ってる。これですね。広げて広げて、はあ、どっこいしょ。せっせっせ、我が間にどしこいしょとか言うなよ。え、いいじゃないですか。はあ、こうしてみると結構いい眺めではあるかも。弁当も持ってくりゃよかったかな。これ川の向こうってどうなってるんですか。川の向こう、いや知らんな。てか言う、ていうか渡ろうとするやつを見合いと思うぞ。さっき言ってた深くて流れが早いからですか。それもあるが、蝶から禁止令が出てんのよ、川は渡るなって。え、何それ意味深。はーい、じゃあよっぽど危険な川。痛ぅ、うわ、どうした、ビビらすなよ。え？いきなりチクって、いや、チクって痛さじゃなかったですけど。なんだって、ともりちゃんの太ももは、まあ、国宝レベルですからね。そんな太ももにチクって傷を与えたら、まずいものだ。大丈夫？ともり、俺がさすってあげようか？あー、多分地獄アリにも噛まれたか？なんですか、その物騒な名前のアリは。これにも気をつけろって言おうと思ったんだ。よくいるし、ちょいちょい噛まれるんだよ。気をつけろって言うってことは、もしかしてヤバいんですか。まあそこそこ変な毒持ってて、くたばるほどじゃないんだけど、ほっとくと一日のたうち回る。やばい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 、そこそこじゃねえな、そこそこで終わらせれるような内容じゃねえな。まあ待て、とりあえず構えたところを見せてみろ。どうしてもですか。
何毒を吸い出すん、ね、口でチューってして吸い出すんかね。とりあえず見てみなきゃどうしようもないだろ。それとも一日のたうち回りたいか。ぐぐ仕方ない。はい、オープン。あはは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 。あ、確かに噛まれてるね。これ噛まれてると、なんか噛まれてる部分が乳首みたいな見た目してるので、ちょっと変なやろ。ちょっと待って、こう、なんか噛まれた部分がちょっと乳首っぽい形状になってるせいで、大丈夫かな、 YouTube からこれおっぱいだって判断されるから、大丈夫かな。下手すりゃ R18 指定かもしれんな。あと YouTube のね、この動画をね、検査しに来た方、これはお尻です。お尻にちょっと傷ができている状態です。おっぱいではございませんので。そういうこと言うなって。ああ、確かに噛まれてるな、こりゃ赤く腫れてる。どうするんですか。普通は口で毒を吸い出すのがいいんだけど。何そんなの、のたうち回るくらい恥ずかしいですよ。そうだね、違う意味でのたうち回るね、これまあそう言うだろうと思った。まあこういう塗り薬もあるから大丈夫だ。そんなのがあるんですか。出てきた。何そのなんか接着剤とか入ってそうな感じのやつ。お、野外清掃活動の必需品だ。聞いたことなかったんですけど。まあお前の持ってるカバンにもちゃんと入れてあるから安心しろ、優しい。いえ、そういうのは早めに言っといてください。ぬりぬりしちゃうの、ぬりぬりしちゃうの。なんで塗ってくれないんですか。早くしないとのたうち回る羽目になりますよ。っていうか、そろそろ心の方が限界だ。このポーズ取らされとるからな。わ、分かってるって。いや、塗りたいのは山々なんだが、こっちもその、なんというか、心の準備が。なんですか、その心の準備って。ちょっと塗るだけなんですから。あ、この表情いいですね。サムネはこの表情にしようかな。おう、じゃあその、塗るからな。あ、なんだよ、この変な声出すなっての。だってちょっとくすぐったくて。いい感じのフェチですね、これ。気が散るから我慢しろって。我慢しろって、なったら終わりなんじゃないんですか。毒の成分に効くように塗り込んで馴染ませないといけないんだよ。いい薬じゃねえか。いい薬じゃねえか。もう一人だから我慢しろって。まだですか。よく塗り込めってちゃんと書いてあるんだよ。ほら、チューブよく見てみろ。そうだな、説明にあるんだったらちゃんとしないといけないな。本当だ、書いてある。塗り込め塗り込め。マッサージしながらってあるからしばらく続けるぞ。実質おっぱい、おっぱいじゃないよ、お尻揉み込んでるってことやるからね、これ。休憩しようなんて言わなきゃよかった。もうちょいだから動くなよ。よし、こんなもんかな。ちょっとは腫れも引いてるし大丈夫だろ。やっと終わった。もう恥ずかしい。すごい集中プレイですな。こっちだってその照れるんだからな。それさっさとそれ隠せ。その、なんだ、痛みはマシになったか。あ、はい、おかげさまで。ちょっと、何か事後な感じの表情やめて。なんか痛みと一緒に何か別のものを失った感じもすると言いますか。あれやな、ちょっと大きくなった、高校生ぐらいの子供がさ、お母さんに罪悪を入れられるような感覚やな。な、何を言ってんだ。単に塗り薬を塗っただけだろ。まあそうなんですけど。よし、動けるようになったらもうちょい下見するぞ。こんなことならもうちょっと可愛いの履いてくればよかった。そういう問題なのか。なんかいた？なんでもありません。下見に戻りましょう。ファイヤーソード。火は剣に、ファイナルトモリも似たようなもんだと思うけど、なんかそれとは違うんじゃ。なんだ、ああそうか、八つ城も自転車操業 MP 回復、あ、スキルかなこれ。ヘルパッシブやっけ。
清掃後に MP 回復する、これは便利ですね。ってことはちょっと亡者が枯渇してる今の状況ってやばいと思うんですよ。だから亡者が安定で3人手に入る試験盛りをさ、ちょっと挑んでこようかなと思うんですよ。レベルは全然上がらんけどね。もうヘロヘロ。お勝負どうなった？あれ負けてなくて？負けてるやん。ダメだこれ。あ、逆に今回は奪い取ろうと勝負仕掛けに行った感じじゃ。DDS やって。でもこの属性に合っとるようなやつ。あ、おるわ。ユーノさんがおった。あ、この子もありかもしれない。DDS。S が気になるな。でも D が2つもついとんかっていう感じやな。これはどうだ？ S に勝つためにどうにか、するどうすればいいん、こういうんって。ちょっとアイテム使ってここら辺の能力を底上げして、全能力でこっちが上回ってる状態で作りました。適合色が合えばよかったんやけどな。でもそこまではちょっとモージャルはないんで、これでいけるかどうかというところですけども、4200円、6000円のところ4200円ってことは、やっぱルックスと混んでちょっと足引っ張っとってマイナスになっとるんだろ。そこでマイナスにならんかったらこっちが勝てそうな感じになるんやけどな。多分これでいけると思います。メズパイイベントを見ました。メズ、ゴミが一匹そっちにいたぞ。お任せください。おーっと、獣の手シャーっていうね、一匹の化け物がメズを執拗に攻撃し続ける。そのような攻撃は効きません。電気治療器出力最大。そんな声なんでゴミって。メズを電撃を受けた化け物は軽く煙を上げながらその場に倒れた。沈黙を確認。八代様、処理いたしました。おう、ご苦労。お、こっちも片付いたぞ。やれやれ、下見だけのはずだったんだけどな。獲物を持ってきて正解だったぜ。そうですね、まさかゴミがいつもより多いとは。しかしメズも電撃の使い方が上手くなったじゃんか。あの電撃前々なら俺にも絶対当たってたし。それを言わないでください。あの時はまだ調整具合が分からず戦いに慣れてきたらしいね。今はかなり慣れました。まあ本来の使い方ではない気もしますが、今だったらうまい具合に調整して肩に当てたりしたらさ、肩こりに効いたりせんだろうかな。電気治療器があんな出力持ってるか。何を治療してたんだ。どんな鈍感な動物ゾウでも治療しよったんかな。まあいい、下見も済んだしそろそろ戻って。ヤツシロが気を失いた瞬間、物陰から一匹の化け物が突然襲いかかってきたな。ヤツシロ様、どうなる。お、八代様、お怪我は。ご主人をかばってくれた感じじゃ。ああ、メズがかばってくれたおかげでな。そっちこそ怪我はないか。はい、私の体は頑丈にできておりますので。まあそれは分かってるんだが、俺のせいで怪我でもされたら目覚めが悪いしな。それに労災の書類書くのも面倒だし、ロボットに労災って何なんだろうなって話やけど。気になさらないでください。本当に何事もなくてよかったです。ま、あれくらいの相手なら俺でも平気だったから、メズもあんまり無茶はするなよ。でもまあサンキューな。しかし私は八代様のお世話が生きがいのようなもの。生きがいになっちゃったか。俺の世話生きがいになっちゃったか。一生そばにいてくれそうな感じになってる。そう言ってくれるのはありがたいけど、なんでそこまで。それは八代様が私を助けてくれた大恩人だからです。そうだった、あの時のさ、あの岸地に置いて帰そうになった時にね、担いで自分のところまで持ち帰ってくれたってところがありますからね。あの時にもう心をさ決めたんだろうな。
助けたっつうかほったらかしだったから連れて帰っただけなんだけどな。おっぱいよ。それを助けたと言わないで何と言うんですか。多分おっぱいがぺちゃんこだったらそんなことしないかもしれん。そんなもんかね。私は医療用機材として生まれました。機材ならあの時のように打ち捨てられるというのももちろん織り込み済みです。そうなもんなのか。機材なのですから用が済んだり使えないものを放置するのは当然のことです。ドライやな。ですが八代様はそんな私を拾ってくれた上にちゃんと社員として大事にしてくれています。その意識の高さ尊さに私は感銘いたしました。なので八代様への恩返しと思って尽くしているというわけです。八代って結構いいやつやけんな。普段はスケベだしだらしないところがあるんだけどさ、前回の一ノ瀬さんの時のみたいに、てか今メズ、今見たらさ、メズ尻尾でハート作ってるやん。可愛いところあるじゃねえかお前。最初はおっぱいでかい姉ちゃんって考えただけ、なんて言えない。今でもおっぱいしか見てないって言えない。何かおっしゃいましたか。いやいや何にも。まあいろいろしてくれるのは男冥利に尽きるし、ありがたいとは思ってるよ。仕事熱心だし。ありがとうございます。そのお言葉だけで満たされる思いです。ただその最近はなんというか熱心すぎないか。そうでしょうか。そうやって首を傾けるのはずっとくっついて歩くのをやめてからにしてくれ。くっつくというかほとんど密着だから歩きにくい。いやまあ柔らかいものが当たっていいところもあるけど感じてるね。体で感じてるね、その柔らかさ。それは先ほどのダメージで八代様がよろめいたりしないようにと。クッションになってるからね、倒れてもノーダメージ。ダメージなんてないから。てかお前がかばったんだろうが。でもそれでは八代様のお世話ができなくなってしまいます。私はただお世話がしたいだけなんです。お世話、八代様のお世話。それがお前の性癖か。大丈夫か。なんかおかしくなってない。大丈夫です。問題ありません。なんだお前、休憩時間にメイドものの漫画でも読んだか。本当に何かくっついてるとこめっちゃ熱いんだけど。申し訳ありません。それでしたら冷却水をいただければ。メズか、それぐらいならすぐおごってやるよ。ついでに俺も何か飲もう。ありがとうございます。あー、耳がピョコピョコ動いて可愛い。やはり八代様は、あ、尻尾がまたハードになっとるしな。めちゃくちゃ表現ロボットなのに感情表現うまいって。なんか背中がむずが良いな。愛を感じるな。装備枠が一つ増えた。あ、装備枠といえばさ、すっかり忘れとった。前回手に入れたそのめっちゃ攻撃力上がるやつをさ、誰もつけなかった。あー、一ノ瀬さんまだ帰ってきてないんだよ、こう見たら。へえ、早く帰ってきてほしい。とりあえずいつも通りのレギュラーに戻すけど。じゃあ勝負660。あー余裕だったな。ルックスでマイナスきとったんじゃ。あれ、このマイナス 20% ってどういうあれで発生したのかな。ちょっと低すぎたらこんなもんなんかな。 D プラスとかだったらもうポイントが足りとっても無条件でこうなるのか。まあ何せも買ったんで今回は良かったです。人舐め地獄とかいうさ、わもうじゃが飲まれるところをさ見れそうな感じの美味しそうな地獄を手に入れました。ごめんな、神田の姉ちゃんもらっちゃったわ。というわけで獲得権を取ったんだよね。イベントが、イベントっていうかストーリー進みますね。これでこの、クショの売り上げは上回ったはずだが。ちょっと電話で長に確認してみるね。まあ1個取られて1個取り別のやつ取ったけんさ、あんまりいい結果ではないよ今のところ。すまんか、頼む。優先権ってだけだから俺たちのものってわけじゃないと思うけど、まあ空きがないくらい亡者を連れてくれば独占もできるってことかな。はーい、空
気がないくらいってどれだけ連れてくればいいんですか。結構施設でかいけんさ、結構もうじゃおたかさん連れ込めそうな気がするな。おいにもわからん。ま、そこまでしなくても勝てるだろう。あーまあなんか収容所みたいな刑務所みたいな感じの監獄の数はあるんだろうかな。やっしろ、確認してもらったけど優先権はちゃんと獲得できてるって。あよし、あーそりゃすごい。てか情報早いな。長とクショはネットワークでデータのやり取りするしね。しかしクショを獲得した実感はないけど、まあこんなもんか。そうそう、よかったじゃん。この調子でバンバン優先権取って陣地を広げてこ。陣地って、いやそういった方が分かりやすいけど。いっそこの地獄全部を八代さんのものにしましょうよ。マジっすか、俺地獄の主になっちゃう。おいおい、それさすがに無茶すぎるだろ。ジャズさんとかもカンダタちゃんのところもうちとは段違いで大手だぞ。カンダタちゃんちゃんゆず好きになってる。仲良くなっちゃったからね。ちゃん呼びするくらい仲良くなったんですか。つっかかるなこの二人が。八代の両手で花がすごいつっかかってくるね。そんなわけないだろ。こういう場のふざけた言い方なだけだ。それより優先権を取れるってことは逆に取られることもあるわけだ。一個取られてました。あれ地獄取られました。これは思ってるより厄介だぞ。今までよりも精神的に働いて亡者を地獄国にする必要がある。そうやな、亡者の数が足りてなくてもさ、これまではまあいいやって思っとったんがさ、数いるな。定期的にシケモリで3人集めてこなあかんタイミングがあるんよな。でもシケモリって経験値が少ないけんさ、レベル上げに全然使えんのよな。今まで以上にですか。これまでも結構ハードな業務でしたよ。今までがのんびりすぎだったのかもだけど、とにかく忙しくなりそうなのは確かかな。これ考えたら確かに蝶の狙い通りっていう感じになるんかな。引き締めなくちゃいけないって三者が思い始めてきとるもんな。そんなブラック勤務は体が持たないです。今には始まったことではないがね。そのあたりの業務バランスも考えないとな。残業を増やすか休みを減らすか。地獄にそんなもんがあると思うなよ。さすがにブラックすぎるのは見過ごせないけど、何かしらの手は打たないとね。とりあえず事務所に戻って準備の後、早速亡者の清掃とシャレ込むか。今日はどのあたりに行くんですか。商店街あたりがいいかもな。最近行ってなかったから亡者がたむろしてるかもしれん。質のいい亡者も欲しいけど、まずは数も欲しいしね。せやな。そうだな。よし、先を越されないうちに早く戻って準備だ。あと新しい勝負始まっとんねよ。みたいな、ケシチがレティクル、あ、ケシチとレティクルの戦いになったんじゃん。今クローナーは地獄か。ちょっと見てみよう。どうだろう。なるほど、ケシチがこれ家出しとるけん、レジクルがそれに対して何を出すかって考えるような感じになったのだ。今久しぶりの一ノ瀬さんイベントである。いてて、もろにいいの食らっちまった。ごめんね、私が酔っ払いの対応なんてばっかりに。酔っ払いに絡まれとったか。そうだぞ、なんで俺がこんなの手伝う必要が。ちょっと町の方でも人が出払っててね、頼めるのがあんたしかいなかったんよ。でもこういう時に頼まれるってことはさ、それだけ信頼されてるって証だぞ。もしヤシシロが置いてあったらちょっと嬉しいなって思ってくる。ああ、ちょっとじっとしててね、消毒とかしてあげる。大沢島の手当てとかなんか裏山、おい裏山ずるいよヤシシロ。俺もそんな大沢島欲しかったよ。いいよ、こういうのは清掃で慣れてるし。ダメダメ、ちゃんと消毒しないと何があるかわからないでしょ。じゃあ俺も前のトモリーみたいな感じでさ、お尻に薬塗ってくれないかな。ポーチに救急キット入れてあるから。よういいな。まあ俺も清掃の時は持ってるけどな。まあ持ってると何かと便利だからね。はい、ちょっとしみるよ。うわぇ、これはガキの頃から苦手だ。そういや、遊び回って怪我した時は毎回私がこうして消毒。やばい、幼馴染エピソード来たよ。うらやましいと思う感じの幼馴染エピソード来たよ。これ
数え切れんぐらい絆創膏を貼ってた気がする。何したらこんなに怪我するのってくらい擦り傷だらけだった記憶が。なんだな。はいはい、ガキの頃の話はいや、なんかこうムズムズするし。うん、絆創膏も貼ったし手当て終わり。ごめんね、怪我させちゃって。それはもういいよ。けど酔っ払いの対処なんてこれっきりしてくれよ。戦争には慣れてるけど人間相手は専門外なんだよ。同業といざこざあるかもしれないし、この際人間相手の対応も覚えておいたら。またもんな、実際にジュローグモの時もさ、人間から他の会社の人間から抗議されたこと、町の職員がそれを言うかね。それに専門外とは言ったけど苦手とは言ってないぞ。確かに結構簡単にのしちゃってたしね。まあ綺麗に一発もらってたけど。まあ前回の課長のやつだってさ、うまいことやっちゃったね。あれがなければかっこよかったのに。ちょっと頬をあくらめやがって。はいはい、決まらない男ですよ俺は。まあ言われた通り酔っ払いは抑えたからいいだろう。うん、助かる。ジョーからなんか出すわけにもいかないし、私が今度何かおごってあげる。っていうか、いつもスタンの脱ぎたてブラジャーとか欲しいんですけど。つけてればの話だな。この辺からブラジャーっぽいものが見え隠れしてないからな。つけてないな。一応せさ、さてはブラジャーとかつけない派なんか。つけといた方がいいよ、パイ垂れるよ。一応せが自分からおごるだって珍しいこともあるもんだ。何よ、ジュースとか結構買ってあんたんとこの冷蔵庫に入れたりしてるでしょ。そうなんだ。大半はお前が飲んでるじゃねえか。まあまあそこはご愛嬌ってことで。まったく、まあお前が買ってきたもんだから別にいいけどよ。あ、そう。じゃあうちの冷蔵庫に入らない冷凍食品とかも入れていい。迷惑ついでにさらに迷惑かけちゃおうみたいなやめて。たまに買いすぎちゃうんだよね。あ、これはさすがに食べたら怒るけど。それは自分のところで何とかしろよ。圧迫するな、圧迫するな。そう言うと思った。このポーズを一定期的に取られるから許せるんだよな。当たり前だろ。つうか俺じゃなくてトモイに加えるぞ。何気にあいつめっちゃ食うからな。うん、知ってる。ご飯おごった時結構。そうなんだ。だろ、俺もちょくちょく晩飯食わせてやってるけど遠慮しながらあれだぜ。へえ、トモリちゃんには優しいじゃん。私にももっと優しくおごってくれてもいいよ。それはそれはなあ、なんだか考えておいてやるよ。手当のお礼もあるしな。はいはい、素直じゃないね、ほんと。まあそういうの昔からだし知ってるけどさ。ああしゃあねえだろ、性格なんざそう簡単に変わるもんじゃないし。まあそういうのは私も同じだけどね。たまに出れるんだよな一ノ瀬さ。もうなんかさ、こういう関係が幼馴染っぽいって言えば幼馴染っぽいけどね。ん？どうかした？いや、あそこに見えるのもしかしてゴミか。こんなところをうろうろされちゃまずいぞ。うっそ、生活区域にゴミが入ってきたら始末書問題になっちゃう。バレる前にお片付けしないと。やちろ、怪我は大丈夫？動ける？へっへえ、こんなもん怪我のうちに入るかよ。それよりさっさとお掃除始めるぞ。うん、パパッと片付けてご飯でもおごってもらえますかね。待て、なんでそうなる？お前がおごってくれる話だっただろ。さすがに無理か。じゃあ今日は割り勘で。ったく、結局いつもの通りじゃねえか。それじゃあ行くよ、やっちろ。お、一緒に突っ込むぞ。でさ、後々にさ、どっちの方が多く食ったとかでさ、割り勘を拒否してくる。なんだこれ、ファフロツキ、ファフロツキ、視覚から範囲へと襲いかかる攻撃力の急降下霊撃。あ、なんか使ってみたいな。どういう感じのやつなんだろう。